はい、昭和40年代生まれの皆様こんにちは。多分ね、高校生とか大学生の頃にこういう風なね、勝手に仕上がれ、ヘイブラザーっていう番組があったのを覚えてらっしゃる方、まあ少ないんじゃないかなと思います。危ないデカシリーズが終わってですね、新しいシリーズがぼちぼちと始まり、その中の一つがこれだったわけなんですけども、中村徹、そして柴田恭兵というね、二人とも結構男の脂ノリノリの時期で出てましたね。まだちょっと多少演技に荒さが残るところもあったりとかするわけなんですけども、現在ね、柴田恭兵さんはちょっともうなかなか芸能界に戻ってこれないような体調なのかなっていうところもお見受けしますし、まあ中村徹さんはね、もうバリバリの第一線で超もう大物俳優になりました。で、そのお二人のまだ20代30代の頃の作品だったんではなかろうかと思います。今回ね、全3巻全22話のうち18話を見終わったんで、そのちょっとレポートなんですよ。で、この18話はいつものようにドタバタをする中でちょっとしたね、落としどころ笑いどころがあるんですが、大筋はある少年がね、拳銃を持って現れるんですよ。で、その少年がなぜ拳銃を持ってるかっていうと、実はね、兄貴が弟にはものすごくいいやつなんだけども、まあいわゆるね、ヤクザのちょっと使いっ走りをしていて、で、なんとかね、一山当てたいっていう時にヒットマンの依頼が来るんですよ。対抗組織の親分を撃ってこいっていうわけなんですけども、撃てば当然懲役になるわけですよね。でも懲役になって戻ってきたら、その鉄砲玉のね、兄貴のいる組っていうのは大きくなってるだろうから、その時に幹部に祭り上げてやるよってことなんですけども、当時こういったドラマが多かったのは実際にそういう時代を反映してなのかもしれないですよね。ちょうど私がまだ20歳になる頃の作品ですから、まだドンパチはね十分あった、いわゆる武闘派っていうものが幅を利かしてた時期で、暴対法はこのちょっと後に施行されるんじゃなかったかなと思います。まあですので、言ってみれば任侠もの最後の戦国時代ラストシーンっていうことだったのかもしれませんね。まあその中で結局その兄貴は弟に対してはものすごくいい兄貴でね、だからゆえに身寄りのない自分たちをのし上がらせてくれる組には一定の義理があるわけなんですよね。まあでもやっぱり本当はね、対抗組織の親分というのも撃ちたくないわけですよ。で、弟も撃たしたくない。その中でこの二人にどのように絡んでいくのか、そしてその中でどういうふうな解決策があったのか、非常に心温まる部分と、お笑いがポロッと出るシーンとね、それからね、ものすごく奮い立つようなところと、さまざまな要素が入った、そんなね、昭和40年代生まれの男子だったら絶対にジンとくるドラマが入ってます。残念ながらこの DVD ほとんど手に入れることが不可能なんで、私も手に入ったのは非常にラッキーだったんですよね。うん、だから噛み締めながら見て、せめてこうやってレビューをしようかと思ってるわけなんですけども、ちょっと概要欄につけておきますけども、実はね、ちょっとしたお笑いシーンが入ってるんですよ。それは中村徹がね、当然ビーバップハイスクールの中間徹という役でね、愛徳高校に通っていたんですけども、それをちょっとね、もじったシーンがこの中に出てくるんですよ。それがやっぱりね、非常に嬉しいオマージュだったのかなというところでございます。ぜひね、興味のある方は概要欄から見ていただければと思います。そして、勝手に仕上がれヘイブラザー、今18話を見終わりましたんで、いよいよね、3巻中のあとラスト1巻、この中にあと19、20、21、22とたった4話しか残ってないんですよ。なんかね、あの頃の自分自身にちょっとお別れする気持ちがちょっとしてね、この最後の1巻見るの非常に勇気があるんですよね。まあドラマ自体はそんなにね、ヒット作かっていうとそうでもないです。私が今見てもちょっとなんか退屈だなっていうところは結構感じるんですけどもね。まあだけども、当時10代だった私はそれでもワクワクして見てたわけなんですよ。だから言ってみれば、社会を知って現実を知るってことなのかなと思いますけどもね。はい、特にこのビデオをおすすめするわけではないんですけども、そんな懐かしのシーンがありましたよということでレビューをお届けしました。私も今50です。出てきた俳優さんもみんな年を取って、中にはお亡くなりになった方もいます。時代だなと思いますね。皆さんには思い出のそんな映画、テレビドラマあるでしょうか。コメント欄でぜひ教えてください。それでは。